こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はちょっと面白いカードゲームを見つけたのでやってみようと思います。いや、その名も昼ドラ川柳。ドロドロしてそう。ちょっとこれね、あの、で説明を読むと、愛憎渦巻く昼ドラの世界を川柳にして遊びませんか。昼時に、こんな昼時に。いや、ちょうどいい。ちょっとなんか、まあルールは紙に書いてあったんですけど、ちょっとオリジナルルールでこのカードを使って遊んだ方が面白いんちゃうかなと思ってやっていこうと思います。これはシャッフルして、もう575でいくんですけど、この白いカードが5。これね、白カードが5、川柳5、ピンクのカードが7、575で作るので、それをシャッフルしたやつを、まあ、3枚こう並べて、575自分の前並べて読み上げて、3人で、これ一番深いドロドロしとるわってやつを3人で選んで、多数決で、したらそれを選ばれたやつが自分のポイントのカードにしようっていう。ああ、いいですね。選ばれたら1ポイント、で、あ、選ばれなかったやつはもう一回戻して、最終的にこれ全部使ってカード多い方が勝ち、っていう、まあ、運要素も OK です。確かに。はい、それでやっていきたいと思います。楽しそう。いや、絶対面白い。だからシャッフルして、ピンクシャッフルして、シャッフルした、下ありますよ。昼ドラとかね、もうボタンとバラぐらいのイメージしかない。昼ドラってドロドロするよ ね。順番どうする？順番じゃんけんにする普通に。あ、いいですね。あ、叫び声が。どんな分なんだよ。めくれてチラッと見えたのが叫び声。もうそれだけでもう面白い。もうほんまおもろい。ほんまおもろい。これをじゃあこう置いて、ここ置いて、最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。はい、これでしょ。はい、これでしょ。じゃあ1番いきますわ。じゃあ2番。じゃあ、これはあれですか、もうこんな感じでバーって選んでたりですか。あ、これそう、もうミントちょっと出していこう。じゃあ1枚目いきます。はい、デレン、下半身。な、どうなんの、下半身から。下半身からどうなんの。下半身、1枚目が下半身ってやばい。下半身、デレン、デレン、白いワイシャツ。どういうこと、どういう状況。下半身白いワイシャツ。最後頑張れよ。どうしよう、また下半身。上半身だ。いや、もうわけわからない。なんかエロい、エロい、エロい。あ、下半身、ちょっと想像してもらいたいね。下半身白いワイシャツ、団地妻。いや、もうこれちょっと、あの、アダルト系なさちゃん、このアダルト系で。ちょっと足見え見えの、ちょっと彼氏に借りたワイシャツ。あれやろ、だから白いワイシャツ1枚で、そう下半身見えてる状態の団地妻。あれ、彼シャツや、彼シャツ。あ、そうや。そういうことです。ダニボタンまで開けてもらいたいね。下半身。下半身めいっちゃうね。いっちゃうね。だから次、真央ちゃん、ね。はい、行きます。安いアダルトですよ。安いアダルトやったな。じゃあまず1枚目。てるん。シャンデリア。おお。シャンデリア、シャンデリア。シャンデリア。はい、ちょっとお上気質があります。下半身よりはマシやね。今日の獲物は、うん、肉食系ですね。あれかな、ちょっとなんか言ってんのかな、ちょっと婚活かな。いや、ちょっとでも怪しいな、その並び。デリン、恐ろしい。やめやめ。シャンデリア、今日の獲物は恐ろしい。どういうことだ、どういうことだ。ちょっと考えて、あのドラマを。ドラマ、シャンデリアがある、シャンデリアがあるパーティーで、そうで、今日の獲物見つけたんやけど、旦那が怖い。あ、旦那が怖い。あの、人妻の気持ちやで、ね、あ
か、お金持ちはちょっと怖いよっていう。じゃあこうやって、じゃあこうやって、あ、いいですね、いいですね、うん、もう先引いてね、な、それいいね、はい、案があるやけど、これちょっと昼ドラっていうよりさ、うん、AV なんよ、うん、ちょっと AV 感出てるな、うん、ちょっとうちの行こうで、はい、はい、お待ちなさい、おお、いいね、おお、いいね、いいね、いいよ、お待ちなさい、持ってるか、決して言えない、おお、お待ちなさい、決して言えない、待てって言ったのに、うん、叫び声どういうこと、つなげてやんでください、お待ちなさい、決して言えない叫び声、ああ、これあれですよね、多分暴力振るわれてますよね、暴力振るわれてるな、ちょっと、そうやね、だから隣のお家でやめてってやめてーおりゃーみたいな聞こえてるから、お待ちなさいって言いたいんやけど、うん、そういうことがあるっていうのをこうなかなか言えない、ああ、近所に知られたらあかんか、あ、うわー、これ結構、いやー、あなた結構好きやけどね、うん、ちょっと AV、 これで自分が好きになっちゃうやん、AV、DV、 こんなん相手怖いてもうせやで、選べへんくらい、あ、自分の以外を選ぶようにしよう、うん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 、でいいじゃない、そうやな、うわー、ちょっと待って、そうやったら難しいな、うん、いくよ、じゃあ、はい、せーので指さそう、はい、せーの、あAV 決定、選ばれました、これちょっと長そうやから、これちょっと捨てていこう、捨てましょう、捨てましょう、捨てていこう、はい、下半身白いワイシャツ団地妻、ちょっとストーリーがね、思われるかで、いやすかった、いいよこれ、ちょっとこれさ、いや、めくれたのも良かったけど、これさ、これ1枚ずつあれやったから、21、21、21で取っていこうもん、はい、あ、そうしましょう、うん、いや、でもちょっと上2枚とかできます、うん、もう、上でいきます、じゃあ、うちあの、真ん中の人間なんでどういうこと、あ、あ、生まれがね、どういうこと、いや、もうね、2回聞いてもどういうこと、兄弟構成がね、あ、そう言ってもらえる、そうそうそう、ごめんなさい、ごめんなさい、真ん中の人間なんでねって言われた兄弟の真ん中ってこと、うんうんうん、あ、ちょっと省略しすぎました、ミクルさん、ちなみに、はい、上ですか、下ですか、兄弟、下です、末っ子ですか、うん、二人兄弟の下です、おお、下です、あー、で、あー、どうでもいい、どうでもいい、はい、じゃあ、じゃあいいですか、こう並べたら見えるのかな、はい、じゃあ1枚目、はい、デリー、始まった、何何何、何が始まんの、やめてください、気がらわしいなんかさ、エッチ要素多いよね、ばっかり選んでくんの、おかしいなぁ、毛がらわしい、もうだって見て続いてるもん、ストーリー、うん、もうなんでそんなエロいカード始まった、はい、始まった、始まった、毛がらわしい、毛がらわしい、ちょっと激しめだねいやちょっとやばいな、やばいな、エロ、エロさが、エロさが効いてるわ、ちょっと、じゃあ真央ちゃん行こう、はい、鉢合わせ、鉢合わせた、こんなところで、おうおうおう、ヒンスをね、あー、やばいプレーかも今日も露出狂やんいやちょっとあの、なんなん、屋内じゃないエロ、エロばっかり行くんなんで、そんな鉢合わせ、こんなところでヒンスをね、いや、もうちょっとひどないな、エロい、もうちゃんと行くで、はい、感情までも上半身出た、下半身、さすが、さすがだね、さすが、下半身の上半身、カニにまみれた、お、上半身カニ、カニにまみれた、ほっほっほっほ、どういうこと、もう笑ってもらってこれやろ、ほほほ、上半身、カニにまみれた、ほっほほほ、上半身、カニにまみれた、うん、あの、なんか言えないところがね、あ、言えないところ、あ、これ、
これどこどこの何々なんですか。トップやっぱりなんか トップお金があるとついてくる感じがね。待って、手汗で曲がってやばいやな、なんかエロにまみれてる。あ、これ選ばないといけないですよね、うん、自分以外で、ね、最高え、はい、決めた、うん、決めた。せーの、え、あ、分かれた、おー、分かれた。ドローどうしようか。ドローは流す、流しましょうかな。はい、これちょっと見てましたね。ちょっと露出今日も好きやった。野外貧相ね。貧相ね。そんなもの見てないの。そうね。いや、ちょっとまともな事態ですよ。そろそろ、はい、はい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 、はい、OK です。面白くない？いや、めっちゃ面白 い, なかなかいい。いろんなストーリーできるわ。全部残しといてこうストーリー作ってって思ってる。そうやな。あ、最終、うん、最終それを使って五七五する。七七する。うん、じゃあ行きます。1枚目。でで。浮気者。あ、よろしくないね。でだからあなたは、あ、もうこれいいんじゃないですか。いいじゃん、いいじゃん。浮気者。だからあなたは罵倒され、あ、もうやら。ちょっとやられてんな。あれ、浮気して、うん、嫁に怒られてるんですね、これ多分、うんうんうん、浮気者。だからあなたはこう罵倒される。あ、そういうことな。うん、だからあなたはって言われる。うん、そうそうそう。だからダメなの。だからあなた、だからだからあなたはヒーソーなのよ。ヒーソー、ヒーソー怪我らしい。やば、超詰められてる。面白い。まあ、昼ドラでよくあるシーンですね。うんうん、じゃあ、行きますね、はい、で、口移し、うん、もうちょっとエロ、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 うん、口移し。いずれあなたは口移し言われたい。どういうこと？あ、ちょっとあれやな、ハズレやな。しくってますね。しくってるからね。ちょっとしくり気味やからちょっといくわ。うん、ちょっとこれはしくりですわ。出馬包丁。もう戻れない、うん、殺してる。早くして。出馬包丁、もう戻れない、早くしてやろう。もう殺した後で、うんうん、逃げんの？じゃあ、あの死体を片付けるのを早くしてって。あ、そういうことや。あ、あ、やっちゃった側の方ね。やっちゃった側、出馬包丁やっちゃった。もう戻れない、もうだって出馬包丁、もう戻れない、もう刺しちゃったんだ、うん、もうだってさ、出馬包丁の時点でさ、もう昼ドラやってるもん、やってるもん。それか、もうちょっと殺してほしい側の人間としたら、もう私戻れないの、家にも戻れない、どこにも戻れない、早くして殺してってこと。そう、早く殺して。怖い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 。だから殺す側と殺される側のどっちの気持ちも汲み取れる、うん、深い句ができました。深い川柳ができました。うそ、なんだこれ、浅いわ浅いわ。そうね、はい、うん、じゃあやりましょう、はい、せーの。いや、もうこれでいやー、これはもう、いや、ちょっとね、浮気されもね、あの罵倒されも好きだ。ちょっとね、罵倒されも面白かったけど、うん、罵倒され、ポイント取ってないじゃないですか。そう、ポイント取ってかないと。あ、まあ、1対1対0や、選ばれてないですよ。選ばれたい、はい、早くみんなに選ばれたい、後ろに回って上からに、ちょっとどうしよう。これちなみにこういう向きなんですよ、これ。あ、そっか、じゃあそれでこうやって、こうやったらオッケーオッケー、ちょうど何年なんて、葉っぱが下なんですね。葉っぱが下なんですさ、はい、じゃあ行きましょう、第3ラウンド、はい、ででん、粗大ゴミ。なんやな、さっきからさ、なんやな、あのさ、エロ、エロできて、なんやな、で、次なんか、な、怒られてばっかり、粗大ゴミ、浮気したからかな。かもしんないよ。背筋も凍る、うん、
お見通し。いや、なんかちょっと仕組みが難しいな、やっぱりこれほら、やっぱほら本来のルールじゃない。こっち、こうよね。あー、お見通し。背筋も凍る粗大ゴミ。あー、いいね、いいね。こうか、こうかは選べることにしよう。ちょっと見ようか、さっき見て、これさっき見て。オッケーオッケー。そうね、上下だけ決めた方がいい。ちょっと面白かったもん、すでにね。こうね、こういう、あ、上下だけ見ねえね。そうそう、全部見ちゃった。じゃあ、はい、かおちゃん、はい、さようなら。うん、別れ告げる。あれから5年。おお。爪の跡。はあ、なんかちょっと怖い。怖い。怖い。サスペンス。さようならやろ。うん。さようなら。あれから5年。あれから5年。爪の跡。さっきのやつや、だから、殺そうとした時に、あ、抵抗した爪の跡。うわ、怖い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 。5年後も残ってる。さっきの手羽包丁。でも、もう処分してるからね。早くせえ。なかなか、なかなかいいじゃないですか。こっちからやるから。はい、おかみさん、あ、これ見てへんからな、そこまでやるか、おかみさんそこまでやるか、逃避行、うわあ、これどっぷりどっぷりハマってますね、おかみさん、あ、追いかけましたね、おかみさん、ね、おかみさん、でこっちの方が良かったら、そこまでやるかやったら、あ、でもどっちでもいけるな、いいっすね、うん、逃避行、そこまでやるか、わかりました、これはもうなんか見て選んでるじゃないですか、並びはね、そうやな、はい、お見通し、背筋も凍る、粗大ゴミ、逃避行、そこまでやるか、おかみさん、いや、ちょっとこれ良くない、さようなら、あれから5年、爪の跡、いや、あれ結構好きだよ、そっちもやな、ちょっと、じゃあせーの、はい、もうそれやはい、1ポイントついた、ちょっとそれはちょっと強いわ、強かったな、爪の跡、スネナーとは怖い、いや怖いわ、そっからちょっと怖めよね、うん、ちょっとエロそうなんエロ王道やからちょっとあのエロばっかりでもないよ、なんか さっきから粗大ゴミとか、はいはいはい、じゃあもう全部見て作ろうや、うん、全部見て作って、なんかあ、もうできたできた、罵倒ばっかりされてんねんけどなさ、はい、ちょっとエロできた、もう3枚続けてこう出してもいいし、はい、いいです、はい、うん、いきます、はい、ででん、はーい、はーい先行ってよいしょ、お荷物かしら、じゃあいきます、高ぶって、揃ってくずね、もうエロいな、ちょっとなんかさ、ね、エロいな、高ぶって、揃ってくず、揃ってくずってどういうこと、高ぶって、どっちも早かったじゃん、揃ってくずね、3人でしてやんね、あ、3人そういうこと高ぶって3人で、で2人とも揃ってクズね、うん、もうこのお遊びはもう終わりよ、うん、おそれかこれ昼ドラですよねAV やこれAV AV 戦流ですか、ずっと AV やった、それから夫婦揃って高ぶっちゃって、もう私たち終わりね、どういうことよ、どういうことよじゃあ真央ちゃんと、はい、落ちぶれて我慢できない未亡人、うん、わあ、あ、未亡人よ、ちょっとまたエロいん、どうしたん、ちょっとエロめですねうちすっごい爽やか、うん、ででん、御曹司かわいい顔して微笑んで、うわお爽やか何ちょっとなんか道明寺浮かんじゃった何何何めっちゃ爽やかうち、あ、ちょっといい昼ドラ ね、 いいね、うん、ちょっとあれやもん、韓流っぽいもんな、うんうんうん、え、ちょっとこれ組み合わせ変えたいわどこで組み合わせ変えるの、御曹司、うん、我慢できない未亡人壊れてる壊れてる
あーいやーにしたいけどなあ。あかんかあかんか。一番ええと思うんだけど。じゃあ、うわーってどうしよう。はい、いきます、はい。せーの。ちょっとこれじゃあ。いやー、そうね。うん、自分以外ってなったらちょっとそうなるな。そうなんだよな。まあでも一番良かったのは絶対せる。さっきの御曹司や。我慢できない。もう出来上がっちゃってね。引きの問題や。引きの問題や。はいはい。いやもうこれほんまに引きの問題ですね。うん。はい、聞いてたのかな。結構ね、カード多い。思ったより。うん。どっちやろ。あ、こうかな。あー、どっちだろう。こっちで行きますか。あ、難しいわ、うち。こっちで行きます。はい、行きますね。はい。昼下がり、うん、鏡に映る嘘まみれ。うわーうわー、深いなー。深い深い。なんだろうな、なんでそんな深いの。深い深い。なんか想像したらちょっとね、うん、深い。昼下がり鏡に映る嘘まみれ。だからあれよ、だから昼下がりって、うん、旦那がいないわけよね、これ、うん、主婦ですよ、これ、うん、あの多分下半身白いワイシャツ団地が昼下がりに、うん、鏡に映る、うん、旦那には見せれない嘘にまみれた。うわお化粧とお洋服を着込んで、うん、色気が出た表情、誰にも見せれない昼下がりの私。わあわあわあ、やってんな。それはそれはこれを下半身白いワイシャツ、やってる。それはもうやってるね。もうそれはもろやってる、うん、やってますわ。最高。いきます。恋泥棒、うん、心の中はもう限界。ああ、なんか、ああ恋泥棒、うん、ああだから、うん、恋させられてんけど多分あれやね、あの妻子ある人やったね。ああ、ああそっちか。妻子ある人を好きになった、うん、そうやな、うん、ほらもう限界。好きで好きでたまんないけど、でも向こうには奥さんいるし。そうそうそう、絶対幸せになれないのに、なんであんなに好きなの。いっぱいドラマが生まれるやん。つらい。ちょっとうちの微妙やったけど、はい、ちょっといきますよ。はい、はい、よく言うは相続遺産、じゃ遺産相続丸裸。わあ、お金絡みですか。さっきからさ、金絡みばっかり。よく言うは遺産相続、お金絡みばっかりやん。もうこっちはもう昼顔やもん、ずっと。あー、これ綺麗なこと言っときながら遺産相続の絡みの話になると、あんたの心は丸裸よっていう、 あんたの考え見え見えだからって。うえ、言っちゃう楽しそう。いや、言っちゃう好きなんやと思うわ。もう熱くなっちゃったもん。昼ドラ好きでしょこれ。うん、じゃあ行こう。わわわわ、行こう。あー、選んだ。はいはい、選んだ。はい、せーの。あ、ポイントいただきました。うん、それはありがとうございます。昼下がり。もう限界もなかなか良かったけどな。ちょっとうまいわ、うまいわ。もうほら、繋がってますからね、ここで人。ちょっとエロいわ。あ、エロさしかない。エロさしかない。なんでそんなエロいんばっか引いてくるの。これ、ちなみに、いや、わからない。何ポイントで勝ちなんですか。これ全部やるんですか。ちょっともうやりきる、これ。またやりきれるか、パパッとやっていこうな。エロ、お金、サスペンス。あ、そう。そうみたい。お金っていうのも嫌だけど。お金。わ、あ、ダメだ。抜け出せない。エロから抜け出せない。あ、やっぱサスペンスだ。あ、どっち前の方がいいかな。ちょっと待ってよ。あ、どうしよう。もうこれやん、これしかない。はい、どうぞ。あ、ちょっと こっちにします。はい、じゃあいきます。
裏の顔、うん、フランスベッドフランスギリの兄あベッド旦那のお兄さんとフランスベッドで何してはるの裏の昼下がりですよこれの団地妻の相手ですよ相手が出てきたギリの兄だわかりますこれ下半身白いワイシャツ団地妻昼下がり鏡に映る嘘にまみれた私、うん、裏の顔フランスベッドはよしできてるねできたじゃあ次いきますね浅ましいあなたが憎い青いあざやられてるやられてるまたサスペンスしてる暴力振るわれてますよね結構なんでこんな痛いものばっか爪の跡とかさ痛いの来るなあ爪の跡が青いあざいやもうだから傷つけすぎやで痛い心痛い傷つけワード何にも出てけんねんけど傷つけますねはい、はい、お隣の悔し涙の旦那様。ああ。お隣。お隣でお隣さんだったわ。気づいてんねわ。気づいてるわ。浮気気づいてるわ。火星が見たるわ。お隣さんでした。うちの。ちょっと気づかれてる。うちのお隣さんですよね。見ちゃった見ちゃった。これね。これ見られてますよね。見られてるな。うわあ。でもう一個お隣さんはなんかもう暴力を持ってるし大河にグーさんやっぱり団地妻な、うん、団地妻ちょっとなナサが強いわちょっと強いね、うん、強いねうんでも、まあいいでまあ、どっちも残したいわこれ、はい、だってそれ見てんだもんこっち残したいしこっちはちょっとなんか助けてほしい誰か助けてもうちょっとなんかやばいな、うん、暴力しか振るわれてないもう一番自由に生きてんのここの団地やからそ そうだね、うん、わわわわわ情報網的な感じだからやばいな見られてた見られてた義理の兄義理の兄わわわじゃあ行くよせーの、はい、あほらほらほらこっちにしたかったけどやっぱちょっと第三者目線っていうかいやこれちょっとねあの、うんここ置いといていいですか、うん、ストーリーになるからこれちょっと置いといてくださいあ青いあざもうちょっとなんか痛くない系にしたいな爪の跡とか痛いもんあざとかな大丈夫かなねちょっとお隣さん大丈夫ねちょっと怖いな引っ越そうかなうん引っ越した方がええんちゃうなあちょっと怖いなあ、いいのできたっぽいで、まおちゃんはもうなんか抜け出せへんのかな、この辺からじゃあいきますね、うん、好きすぎて、うん、私の体は開かずのまああ、じゃあああ、なんかな、堅実なちょっと堅実かもしれない愛なのかなそう、堅実なんや、うん、私の体は開かずのままたエロいんどうしたちょっと恥ずかしい急に恥ずかしみ出すのこの大胆に言っときながらさ人んちの男さそうだよね急になんか渋るやんあららららららそうやってねやっぱ干してばっかりよくなんかなんかじらしプレイ、うん、じゃあいきますね許さないあなたの子なのダメよダメああちょっとうわ反対の方が良かったんじゃん。あ、うん、こっちの方が良かった、うん。ダメよダメ。あなたの子なの。許さない。こっちでしょこっか。いやもう怖いなんか怖いわ。こっちもちょっと怖いのできてんけど。うん。ひひひ。襖の影から冷たい。いやもう。急にホラー。急にホラーで、ね。ホラーやん。それ夏のさ。夏休みの時に2時ぐらいにやってる怖いやつやいやいやいやこれの後やんはい、後
デバ包丁も戻れない。これがこうなってこれがお隣さんで見つかって殺してもうて、うんうん、で早く片付けやなと思ってふすまに入れてたんだね、うん、ちょっと手出てもらった、うわーこれパーンって出ちゃった。これ昼ドラってかもう刺すね。じゃあ行きましょう。あちょっと待って。あそうね。あうん、えちなみに何好きなのを選んだよね。これあの好きなのにしよう。好きなの。昼ドラっぽくなくてもいいんですよね。うんうん、好きなの。どうしようかな。はいはいはい、はい、行きましょう。はい、せーの、おおまさかの、これはちょっとね、これサスペンスやったわ。それはちょっと怖い、うん、ちょっと怖いですわ。好きだったわこの。あごめん、ふすまからって出ちゃった。そうそう、ちょっと想像しちゃった。ちょっと閉めたらちょっとポロッと出てもね、殺してるもんね。うん、まあでもここでこれもデバ包丁で刺してもらってるかな。なあ怖いよ。もうここからどういう終着点になるのかな、これ。なあ。わあ、なんか、うん。マジ？わあ、どっちだろう、これ。わあ、どっちだろう。あ、こういきます、はい。はい、いきます。イヤリング、うん、何しているの？もしかして、ああ落ちてたイヤリング。家に落ちてた、はい、浮気してますね。義理のお兄さんの家に落ちてて、義理のお兄さんの奥さんがイヤリング、え何してるの。いやもしかして、頑張って作らなかったんです。はい、いきますね、はい、お母様もう止まらない、メスブタめ。やばい、なんか急に NASA が引くようなやつ。ちょっとあの DV 終わってきたかもしれない。お母様、お母さんもう止まらないんだよ。あーあーあ、いやーめっちゃむずいわ自分の。あこれも逆の方がいいんじゃん。こっちのいい、見過ごため、もう止まらないお母さん。あそう、あお母さん S なの、罵倒してから。お母さん S なの。お母様、でも義理のお母様、このメスブタがーっつって、うん、ちょっとお父さんに手出した。うわもう待った、待った、待った。お父さんに手出した。待った。お父さん待った。待った。またちょっと。ないない。ちょっと。もう待った。待ったですよこれ。じゃあ入れます。はい。うん、あんたバカ、うん？別の女性と1億円？うわーもうまたお金、1億、またお金。別の女性とな、1億円使ってんな、うん、だいぶお金持ってる。なんかお金持ってるカードくらいの御曹司とかさ、お金、お金カードか。ちなんてもう浮気しかしてない。うち暴力かちょっとなんか。言葉の暴力。メスブタメ。モラハラだわ。やばい。メスブタメ。じゃあ、せーの。はい。あ、ありがとうございます。これうまい。それうまい。これね、いいよ。ストーリー展開できてる。うん、イヤリング。何してる？いやもう、うん。いやもうだって昼ドラやん。うん。いや。車の中のな、うん、足元の人って。ああ。よくあるやつやんか。ああ。あ、見ちゃった。あ、いいな。あ、どっち、どっちやろな。あ、どっちなんだろう。いや、でもこのストーリーで行くんやったらこうやねんな。あ、もうこっちでいきます。あの、この流れがあるんでね。この流れがあるんで、この順番にしました。い
きます。見たくない。うん、近づかないで。うん、お父様。人物増えてくるよ。義理の兄か、いろいろ増えてきてるよ。わ、相手家族と。いやだからそうよ、義理の兄も言ってるけど、うん、義理の兄が言ってんのを、うん、お父さんは知ってるわけで、お父さんも行けると思って、うん、ドロドロしてきたよ、行ったんやけど、うん、団地妻はお父さんはやってませんっていう、うんうんうん、義理の兄の方ですって、そうドロドロしてきたな。ドロドロしてるし。ドロドロしてきた。何を見せたんやろ。何か見せたんだな。みんな様々想像できると思うね。お父さんに襲われそうなってんねや。いや、そうやで。もうそうや、そう。お父さん、お父さん裸で迫ってくんねや。そうそう、そうやね。そうやね。エロや、また。でも妻は違うな。うん。ギリなんや。違う。行こう。行きますね。地下室で不倫の果てに愛の奴隷。あ、怖い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 、なんか語尾怖いよね。地下室で不倫して、不倫の果てに多分監禁されたんやわ。あ、うん、いやしま、愛の奴隷やから、まあ、なんか爪の跡とかさ、あ、こう青い矢とか作られても愛の奴隷なんや。性癖やばい系の人とやばんな、やばいやばい、ちょっとやばい、やばいね、もう言葉も出なくなって、ちょっと内股さ、ちょっとあれねんけどな、はいはい、保険金もうだからさ、お金がらみよ、引きがな、もう決まってんのよ引きが呼んでんのかな、やっぱり保険金、はい、うん、口紅の後、うん、Don't touch me、 どういうことどういうこと、多分な、どういうことだろうな、保険金目当てで殺そうとして、うん、でも口紅の跡、口紅の跡残っとった、もうなんか、なんでほんで英語なのさ、わからない難しかった、ね、はい、決めた、はいはい、いいでしょ、はい、せーの、はい、これやわうん、お父様もよかったよ。ここちょっとまだそこ置いといて、ちょっとそこ置いといて、いい人よ、不倫の果てに愛の奴隷あ、この列やばない、あそこまじまじ、あのなんかもうなんかあの3つドヨーンとしてる、ここやばい、ちょっと終わりが見えてきたあ、はいはい、いやちょっとねえ、やっぱだからこれカードをさ、何枚かあったらこうかっこ面白いの作れんやろな、うん、なんか急にちょっと違うの来た、なんか来た、急になんかカルベさんみたいな、あ、来た、行く、行く、はい、そんだけさ、はい、いろいろ繰り返してたらね、血が滲む、あらぬ姿で平手打ち、平手打ちしすぎじゃない、血にだからあの、あれやあの後ちゃうかな、見たくない、近づかないで、あー、うん、で、あらぬ姿で、あらぬ姿、反対の方がいいな、どんなせ平手打ち、うん、あらぬ姿で血が滲む、うん、平手打ちされて、うん、あらぬ姿振り見つかって、うん、裸やねん、あー、うん、されて血に滲むねん、裸で、あっちやんこれこっちですよ行こう、ちょっとこれなんかちょっとボンかもしれない、二人きり口に含んで腕枕、何口含んだ、何を含んだのかな、 あれやわ、真珠やわ、あそっちか、真珠、あれやん、失楽園やろ、あの最後のワインな、真珠やわ、うん、一緒に飲んでな、心中したんや、愛の奴隷の果てに、うん、あ、2人で追い込まれたんやわ、チーンまた死んじゃったまた死んじゃったよ、すぐ
殺すんだから。うちちょっと行くで。はい。一緒だよ。怖い、なんかもう怖い、もう怖い、もう怖い。襖のやつじゃん、さっきの。一緒だよ。束縛されて。うん。いやなんかさ、なんか擬音っていうかさ、ほほほほほだったりさ。あーあーなるほどね。どうしようかな。はいはいはい、いいでしょう、はい、せーの、はい、あ、違う、こっち、ごめん、あ、これね、ちょっと4つ目じゃないですか。ちょっとなっちゃんのとこに集まりすぎて、ちょっとこれも面白かったけど、うん、あーちょっと、なるほどね、ワインちょっと死んじゃった、死んじゃったやつ、こっち置いとこう。2人で愛したのか、もうちょっと終わりに近づいてきてない、はいはい、終わりちょっとわもう少ないからさ、うん、もうちょっと6枚コースでいこうや、はい、どういうこと6枚、組み合わせに違う、ああなるほど、これもう1枚引いたいの、これで、ちょっとうちこれも引いてみて、あとはあ、もう1ついけるわ、はい、もう1ついける、ピンクも1個引いたで、うん、はいはいはい、あ、なるほどね。これで最高の子を作る。うちが1、2、3枚いけばいいのかな、うん、じゃあ、あと1枚、はい、あ、なんか多い、うん、これで、はい、3枚、1、3、あ、そう、これでこれこれで作ろう、おうほうほう、ちょっといいの出来上がるんちゃうわわ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 、まあ3つ作りました、とりあえず、まさに。これ使うの？わけわからない、使わないやつね。役立たず、虫歯が走る、背負い投げ。わからん、わからん、激しい、わからん、役立たずせやろこれも結構好きやねんけどな、よくってよ、愛を育む、合いますか、あどういうこと、いや、いいよって、アイマスクでもいいよ、ちょっと難しかったな、たら、NASA の最高の一句は作りました、いきますね、もうちょ、もうそれにするわ、最高、うん、いや、それで、なんか、最高とかだけど、うん、ちゃんと最後、あの、締めくくれたと思う、このストーリーを、こちらも、はい、じゃあ、いきます、腹違い、同じ名字のエンディング、あーあー、マーマレードボーイ、マーマレードボーイ、とお隣さんとマーマレードボーイ、そうです、あーらまあ、そうですよ、ちょっとあんま面白くないけど、別れても愛しています、それが愛、深いよ、うん、あ、ちょっとだからあれやんな、だから、うん、死んじゃったけど、終わったんだけど、うん、ちょっと、うん、死に別れちゃったけど、切ない終わりしたね、愛しています、あ、それが、まあ、まあでもほら綺麗に終わったね、うん、最後薬飲んでね、そう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 、うちはこれあの、このストーリーの前に来るから、うち、あ、オッケーオッケー、人知れず、うん、汗ばむから、たまらない、こっちやん、そっちだな、エロきたエロ、エロきたエロ、いやいいの作れたね、あ、うちはこれもストーリーはもうだから、これでちょっとお隣さんと不倫したら、うん、ああの見つかって殺された、うん、いや、うん、うちは暴力の果ての痛みなくして死んでからの最後のセリフですね、はい、結局腹違いの話でした、うんうんうん、はい、マーマレードボーイやったな、はい、選びましょうか、はい、せーの、これでしょ、面白かった、恐れ、ね、たまらない、たまらない結局ナサの勝ちじゃないですか、ナサちゃんの勝ちです、
キングオブ、うん、だってキング選ぼうや。キングオブ川柳。キングオブ川柳選ぼうや。いや、これ入れてお願い。うん、そう、それ文字入れたい、ほんと。キングオブ川柳、この中のキング一番、うん。キングオブね。いや、結構好きなんよね。うんうん、わかるよ。見ちゃってる感じね。怖いね、なんかもう怖いね。うん、そうそう、治安悪いんですよ。うわー、どれが好きかな、うち。うちな、結構な、これ好きやねんな。おお。これなんか、ドラマ的にまとまってる。あ、いいな、近いっすね。なるほど。不倫の果てに愛の奴隷。うん、なんか始まるね。テロップありそうや、そういう、うん、これ見てる感じが好き。ちょっとあの悔し涙の旦那様、これ馬包丁。ちょっともう取れない、たまらない。グダグダやん。いや、これ選べへんな。難しいな。いや、話の展開カッて変わったとしたらもうこのギリなんで。お隣の汗ばむ体たまらない。あ、これ見てる系になるわ。五七五七七も作れるでしょ。だからそうだね、五七五七七もいける。ちょっと一個作ろうや。ちょっと最高のやつを。まあ、やっぱり昼ドラなんで1個目これ使いたいですね。昼下がり。はい、昼下がり。7あのは1回しか使えへんから。じゃあ5、7、5、7、7、7、あ、使えるわ。すよ。昼下がり。もう戻れない、もう戻れない、下がり、もう戻れない、団地妻、うん、昼下がり、もう戻れない、団地妻、汗ばむ体洗う姿。あらの姿。うまい、これ、うまい、もうこれで下がり、もうこれもう AV できました。できましたね。 AV 昼下がり、もう戻れない、団地妻、汗ばむ体。いやいや、あれから5年、あなたの子なの。あ、でもこうはいける。ちょっと、いやいやいや、それちょっとイフができるよ、イフが、ほら、うん、ここからいっぱい作れるやな、ここからこういけるよ、うんうん、見て、ほら、うん、これ、あれから5年、あなたの子なの。うわー、来てるね。愛しています、不倫の果てに愛しています、うん、愛しています。うわー怖い。いや、あっちにもいっぱいいるの。そうだよね、そうだよね。こうしてどうもな。ちょっと今日の絵物を貼ってつなげて、昼下がりもう戻れない、大丈夫。白いワイシャツ。大概のサラリーマン獲物じゃん。いいやん。今日の獲物は白いワイシャツ。決して言えない。言えよ。結構いいのあるよね。うん、面白い。うん、面白かったです。うん、面白かった。よかった。はい、ということで、ちょっと本来の遊び方じゃなかったんですけど、ちょっとあの3人でかなり面白いあの妄想をができましたね。
いや、いいわ。ちょっと面白かった。うん、熱くなっちゃったもん。本当はなんかね、5、7、5で作るんですけど、うん、白のカードを7枚、ピンクのカードを3枚引いて、その中から作るんですよ、1つの川柳を、うん。っていう感じです。お隣の紙に見えちゃった系じゃん。あ窓閉めて。あかんかん。愛を育むフランス。売れそうじゃん、フランス。なんなんやろな、昼ドラのフランスベッドっぽいんやろな。やろな。お隣の鏡に映る下半身、愛を育むフランスベッド。見えちゃったね。今なら12万8000。愛を育めますよ。面白かった、これめっちゃ面白い。ということで今回は、昼ドラ川柳遊んでいきました。楽しかった。いいもの教えてもらった。またなんかちょっとカードゲーム、またなんか仕入れてきます。あ、いいね。またやりましょう。やりましょう。やりたい。はい、ということで今日はこの辺で、よかったらチャンネル登録お願いします。高評価もお願いします。団地妻、同じ病院の虫ずが白いワイシャツ。